はい、どうもシェス。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日は、こちらよっちゃんですね。やはりよっちゃんのアカウントで、マルチの、リプレイ解説をやっていきたいと思います。今回使ったデッキは、はい、こちらですね。文句があって、で、まあ、普段、自分は、まあ、このデッキか、まあ、そうですね、出すだけデッキの、はい、このデッキ使ってるんですけど、まあ、最近ちょっと呪文が欲しいなということで、まあ、このデッキに変えた感じですね。まあじゃあ、はい。リプレイ解説やっていきたいと思います。このデッキは結構久しぶりに使いまして、ゾディアックっていう、まあ、海外のプレイヤーなんですけど、その人からパクったデッキです。自分は結構個人的にレイジが好きなので、確かこのデッキ、ウッドの枠をレイジに変えたバージョンですね。ゾディアックって人は、そのウッドバージョンで、まあ、ずっとマルチ潜ってたみたいなんですけど、まあ、自分はやっぱり、まあ、レイジあった方が、まあ、よりチンパン度が増すので、まあ、レイジに変えてる感じですね。まあ、このデッキの正解っていうのは正直なところあんまり自分はよく分かってないです。まあ、人からパクったデッキなので基本的に。まあ、なんですけど、やっぱり一番いいなって思うのは、やっぱりこういったマスケット重視とか、まあ、最近ボムタワーが流行り出したので、まあ、文句を入れてしまえば、もう簡単に突破できるだろうということで、まあ、このデッキに変えた感じですね。まあ、出すだけデッキでも全然いいんですけど、やっぱりグローバル4000、5000となると、やっぱり多少ちょっと、上手い人もちらほらいるので、まあ、それだったら、まあ、文句入れてしまえば、まあ、一番簡単なのかなということで、まあ、文句採用ですね。まあ、ミラーの入った、エリゴルで、文句のエリゴルデッキでもいいんですけど、まあ、先ほど言ったように、ファイアボール、まあ、呪文が欲しいなと思ったので、まあ、このデッキにしたといった感じですね。はい、こっからですね。もう、こっからになると相手はもうどうしようもできないです。まあ、どれだけ PS 上手かろうが、あと自分自身あんまりこのデッキは使いこなせてる感じがしないので、結構文句の使うタイミングだったりっていうのをちょっと失敗すると、まあ、ちょっと5コストが無駄になってしまいます。はい。この文句もそうですね。ちょっとこれははい、無駄でした。まあ、なんですけど、それでもやっぱり勝てちゃうっていうのは、はい、やっぱりこの相性がいいということなので、まあ、最後はこれゴリ押しですね。で、相手はこれアリーナタワー落とそうとしてくるんですけど、まあ、こっちはもうキング狙ってるので、まあ、これ落とされたとしても、もう GG ですね。まあ、こんな感じになります。余計に、ちょっと文句の使い方を間違えると、まあ、大変なことになってしまうんですけど、まあ、そこは、やっぱりちゃんと経験とともに、まあ、熟練度を磨いていけば、まあ、より強いデッキになると思うんで。次は、迫撃ホグですね、はい。まあ、このデッキも基本的にマスケット重視がいるので、まあ、文句採用が、ま、いいのかなといった感じですね。まあ、基本的な立ち回りとしては、ま、2倍タイムまでも、待つ方が安全なんですけど、まあ、結構このデッキだったら、時と場合によっては、ま、全然攻めても OK ですね。相手これ、はい、ちょっとやらかしてますね。これ、スキル、はい、全く持っていらないです。これ、来るかなと思ったんですけど、何か、はい、何も来なかったので、このレイジは、はい、失敗です。
まあ失敗したんですけど、それでもまあタワー落としたので、まあこれでまあほぼほぼ GG ですね。こっから相手は、迫撃通したり、ホグ通したりっていうのはすごい難しいので、こうなっちゃうと、ちょっと、もう詰みかなといった感じですね。ただこれちょっとはい、すごいエリゴレがまあ無駄になっちゃったんですけど、まあそれでも基本的にはまあ勝てますね。まあマイティさえ気をつければ相手が一気にタワーを降り切るっていうのはすごい難しいので、もうこっちが余計なことしなければ基本的には勝てます。でこれもトルネード使おうと思ったんですけど、今回ファイアーボールがあったので、これはしっかりファイアーボール打って防衛ですね。まあ、先ほどの攻めのようにトルネードでキング吸っちゃうとゴブリン入っちゃうので、そこのまあ冷静な判断はまあ大事なんですけど、まあ、ただそれさえできれば正直あんまりもうここから焦る必要はもう全くないですね。でこれも全然ダメージ食らってもいいので、まあ、要するに落とされなければはい全然 OK です。まあ、これも正直自分の PS 持ってしても、まあ、もう守りきれるということは、はい、もう基本的にはもう相手はどう頑張っても、まあ、無理だということですね。まあ、仮にもっと上手い人が守っていれば、もっともっと楽に防衛してると思うので、まあ、これで、はい、GG です。仮に、落としたとしても、まあ、1-1 なので、正直、こちらの方が有利です。はい。じゃあ最後は、スケラデッキですね。まあ、これもマスケットジューシーが入ってるので、まあ、文句採用が、まあ、いい感じに効いてるといった感じですね。基本的に遅延スケラになると、もう正直積んじゃう部分あるんですけど、まあ、今回遅延スケラじゃないので、はっきり言って相性いいです。確かこれあんまり、はい、動いてなかったので、こっから、はい、2倍タイムで飛ばしていきたいと思います。まあ、結構このデッキの大事なところはもう文句の働きで全て決まっちゃうんですけど、文句が使えないとなるとやっぱりどうしても弱いです。例えばの話、エレジャイデッキとか、まあ、そうですね、そういった、まあ、大型のデッキに対しては若干やっぱり弱いんですけど、まあ、こういった、まあまあ、細かい系もあって攻守バランス取れてるデッキに対してはすごい相性を取れてるので、まあ、結構この文句採用はすごいいいですね。でこれも正直焦って追加するんじゃなくて、まあ、正直ファイアボール打ってしまった方がまあ良かったですね。これはまあちょっと正解はちょっとよく分かんないんですけど、まあ、トルネードで巻き込むのももちろんいいですし、まあ、ファイアボール打っても全然 OK なので、まあどっちでもいいですね正直。もうこれはもう勝ち確なので、ここからもう自分ははい攻めないです。まあ、練習がてらという感じですね。まあ、これ本来ならファイアボールで落としてるんですけど、はい、ちょっと遊びます。まあ相手もこれはい察して、もう相手諦めちゃったといった感じですね。もうこのデッ
器に関しては誰でも使えるというわけではないんですけど、やっぱり文句の使い方であったり、まあファイアーボールの、そうですね、使うタイミングが上手い人が使うと余計にまあ強いですね。はい。誰でも使えるデッキだったら、まあ、前回紹介した、まあ、こちらのデッキとか、まあ、このデッキ、出すだけデッキですね。はい。まあ、この二つのデッキが、まあ、基本的に、まあ、エリゴレのテンプレになるんですけど、全然ちょっとエリゴレデッキ使えないでも使いたいっていう人だったら、まあ、こちらの二つのデッキ使った方がいいと思います。まあ、このデッキに関しては、ちょっとやっぱり PS が上手い人が使えば、まあ、より化けるんですけど、まあ、そうじゃないと、ちょっと相性取らないと厳しいといった感じですね。まあ、ゾディアックって人はこの、さっき言ったようにレイジの枠を、まあ、このウッドに変えたバージョンでずっとやってたみたいですね。はい。こんな感じの動画になります。そうですね、また、ちょっと、まあ、リプレイ解説上げていきたいと思うんですけど、まあ、またちょっとなんかデッキ、ちょっといろいろ、まあ、グラチャルとか回って探して、それで、また紹介できればなと思うので、また、動画を上げていきたいと思います。はい、今日の動画は以上です。またご視聴の方よろしくお願いします。